新型コロナ対策分科会の尾身会長は先ほど会見でオリンピック開催のリスク分析いわゆる尾身提言について組織委員会が決めるまでに意見を発表する、専門家の中で方向性はまとまっていて時期などについて調整していると述べ、近く提言内容を明らかにする考えを示しました。